時空を飛び越える新感覚バスツアーがついに誕生。驚きの連続のバスを作り上げた3人のクリエイターが集結。ここでしか聞けない制作秘話をぶちまける。堤幸彦、池田哲博、梶裕貴、ワウライドに乗ってみた。3人のスペシャルトーク。その前にレッツワウライド。ただね、さすがに全部はね紹介しきれないんですね。なので今回一つでも多くの名所をご紹介しようと、ワウライドオリジナルのアニメというものを。アニメがあるんだ。はい、日本を代表する人気声優の梶裕貴さんと、知ってる、はい、梶さん、あの梶さん、笹陽子さんが、はい、その出演するアニメで、説明は毎回そうじゃないですよね。毎回押します。ハードルがすごいんでやめてほしいですよ、はい。見れないスペシャルアニメになりますね。曇りのち笑顔です。どうぞ。いや初めて。これね、普段はカジ君の年収とかも出すから。もう今すぐ無理な。この企画を止めたいですね。遠距離恋愛中の7と11、2人が広い東京ですれ違う様子を描いた、ここでしか見られない超貴重なアニメ。言ったでしょ。ごめん。まだ。何喧嘩しとんの。喧嘩が。そこじゃない。そこじゃないよ、みんな。この声で。どんなことが起きてんな。おい。俺が。怖いな、こいつ。手を。ダメだ、こりゃ。続く。あら。連続ドラマなんだよ、これ。そうなんだ。はい、ということで、ご覧いただきました。まあ。いやー、まあ、まずね、このモニターの綺麗さに。驚きましたし、ね、はい、なんかようやくね、この収録した映像がこう完成したものを見られて嬉しかったのと、はい、まあね、これだから本当に、まあ、日本の方はもちろんですけど、世界中の方がね、これを見てくださって、日本を学びながらこうアニメに触れていただけるのは嬉しいですね。あ、そうですね。はい、なんで、ここでしか本当に見れないですよ、ね、スペシャルアニメですからね。ぜひ持っていただきたい。はい、ありがとうございます。ワウライド。いや、改めて見るとね、本当に面白いね。で、過去現在のいろんな豆知識もね、うん、きちんと沿道に即して備わってるし、もう世界初のね、こういう乗り物に、うん、いや、参加させていただいて嬉しかったです。感動しました、本当に。地下鉄 の, 路線の、いいでしょ、地下鉄よかったですね。いやー、もうどうしても入れなかったね。いやー、ほんと人体のね、はい、中の、まあ、血管とかそういうのにちょっと錯覚するような、平面でしか見たことない、うん、あれだけこう複雑に入り組んでるんだな、そして工程が変わってるんだなっていうのは、ああいう形で見ないとわからなかった。東京はね、本当に川と丘の町なんで、昔富士山が爆発して火山灰が積もって、それを川が削って、うん、ですごく高いところと低いところが入り混じって、江戸城もその地形を利用してできてるし、うん、地下鉄とか首都高速も、うん、そういう地形をうまくなぞらえてできてるんだよね、うん、それがもう本当面白くて、うん、なんかあんまりわざとらしくなく、うん、うまく披露できないかなと思って、地下鉄の路線って。いやー、お見事。いや、本当に興味の、ね、入り口になるなって、桜田門外の辺のところがすごく面白かったのは、やっぱり事件の現場は遠いけど、実際にそこで何があったのかっていうのをね、もう体験できるっていうのがすごく面白かったですね。しかも雪が降ってくるっていう演出がなんかちょっと良かったんですよね。あれはね、アクションの人本当に結構な人数集まってもらって、はい、映画並みの、はい、出演されてますもんね。なんでしょう、普通に撮るだけじゃなくて、バスからリアルにそこにいる風に見える計算がすごく大変だったみたいで、いや、これじゃ見えないみたいなこと、結構大変な揉め方をしてましたよね、撮影現場では。この道実際に通って、事件が起きたんだなとかっていうのは感じましたし、 それがウケるか、アコロシ足すか。いいですね。でも面白そうですね。勉強になるし、ザザザザザって言ってるみたいな。3人のトークは止まらない。最後にこれを聞いてみた。そうですね、この東京をあんまりこう馴染みない方、東京に馴染みがない方と一緒に、まあ、僕もね、もちろん新しい発見もありますけど、海外に僕
友達がいまして、アルミンっていう名前で、僕が出演してる作品の僕の役の友達もアルミンっていうんで、ちょっとこれすごい偶然で驚いたんですけど、彼が日本に来た時にちょっといろいろこのバスで案内してあげたいなって思いましたね。なるほど。妻だな。あ、妻ね。あ、でもいいですね。無難な発言。書いてる時ね、ちょっといろいろね、無難な発言だ。できなかったりしたんで。そう言わざるを得ないよね。そうそう、だから罪滅ぼしというか、パパの仕事こんなんですよ、頑張りましたよってことをね、家族に示したみたいだと思いますよ。これ乗ったらもう、あ、こんなことを、こんな素敵なことをね、してくれたんだと、うん、私はもう死んだ母親を乗せたから、やかましいわ、そんな話。母さん、ここが二重橋だよ。子供たちのリアクション見てみたいですね。ねえ、こんなの見たことないよ、ね、本当に初めてですね。これだから、今後いろんな展開してほしいなって、これを第一弾として、ね、いろんなバージョンが作れますよ ね。場所が変われば内容もね、もちろん変わる、まあ、その分池田さんが大変になるんですけど、ね、その時にはまたアニメ書こうかなと思って、ね、いや出ますよ、それもういろんな役やらせていただきたいですから、いや、 やっぱこれからも楽しみだなと思いました。ワルが止まらないバスは2月10日からレッツタイムトリップ、世界初の驚きに満ちたエンターテイメント、ワウライド新感覚バスツアー、ワウライド東京タイムトリップ。